どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は北京国際空港にいて、これからねダイヤモンド修行ということで、ここ北京で、シンガポールを経由して、ニュージーランドの方にニュージーランドオークランドの方に向かいます。で今回のルートは、北京国際空港からシンガポールまでの動画を、お送りさせていただきたいと思います。で今回はシンガポール航空のビジネスクラスということで、私もね初めて乗るで座席なんでちょっとワクワクしてるんですけども、もうそろそろね搭乗開始いたしますので搭乗していきたいと思います。でねここまでは、別に動画出しておりますけども、ダイヤモンド仕様ねおまけルートみたいな感じで羽田から福岡、ソウルを経由してここ北京までね乗り継ぎで来ております。それでは行ってみましょう。それではねゲートの前に着きました。この一番上の SQ805B のシンガポール行きとなっております。飛行機は見えるかな、ちょっと行ってみましょうかね。ちょっと反射がすごくて飛んでるかもしれないんですけど、見えますでしょうか。あちらが機体ですね。今回あちらでねシンガポールまで向かいたいと思います。あともう本当に5分10分で搭乗開始すると思いますね。ここら辺でねゆっくりしたいと思います。それではね搭乗開始したみたいなので搭乗していきたいと思います。Thank you. Hi. Business.それではね、無事搭乗いたしました。いや、すごいですね。見えますかね、幅の広さ。すごい、超ゆったりですね。で、いや、モニターがね、めちゃくちゃ大きい、これは。で、あと、ここにアメニティですね。スリッパと靴下。これはアイマスクですね。であとヘッドホンとお水が配備されてまして、このリモコンにもねモニターがついてるやつですね。これがテーブルなんですね。こっちに USB とコンセントとライトとイヤホンジャックが上にありますね。でここは小物入れみたいになってるのかなっていう感じですね。こっち側にびっくりした、前の人が来ました。ここは鏡なんですね、すげえ。でここに小物入れがあるという感じで、足元もこんな感じとなっていて、どでかいクッションまでも一緒についてきます。で下はですね、ちょっと今カバン置いちゃってるんですけども、ここに荷物入れと、これは何かな、ちょっと分かんないでなっております。で内側にねリクライニングのボタンがついていて、見てください、これ
見えてる。すごいごっついベルトがついてます。いやーすごいですね。初登場ですごいワクワクしてましたけど、本当にすごいですね。でこれもフルフラットになるということなんで、後でね、どれぐらい倒れるかっていうのをやってみたいと思います。それではね、今回の機材はボーイング777ダッシュ300ギアですね、やってます。これ多分新しく ANA が新仕様の座席になるやつと型は一緒なんですよね。まだね登場しているので、登場が終わるまでねしばらく待ちたいと思います。Juice dispenser and an orange apple tomato juice. Tomato juice, orange juice. It's good. ウェルカムドリンクが来ました。今回はトマトジュースでチョイスさせていただきました。せっかくなので、今ねモニターをちょっと変わってたんですけども、日本語表記がちゃんとあるんですね。素晴らしい。でね、これさりげなくねタッチパネルではないんですよね。今タッチパネルかなと思ってずっと触ったらタッチパネルではないんですよね。このリモコンで操作するっていう感じですね。でも日本語対応してるってのは本当にありがたいですね。初めてシンガポール航空の機内ビデオ、機内安全ビデオ見たんですけど、すごい素敵でしたね。ちょっと見入ってしまいました。見えましたか、ビジネスクラス隣席一列ブロックみたいになってました。心のあたりブロックじゃなくてただの空席なんですけども、どうやらね、ビジネスクラスは相当空いてるっぽいですね。予約の画面から見た時も相当空いてましたし、でこのフライトもね、ビジネスクラスの、北京からの、オークランドの往復で撮ってるんですけども、料金もすごい安かったんですね。まあ、すごいって言ってもまあ20万ぐらいだったんですけども、ビジネスクラスにしては完全な破格で出てるなので、どうやら叩き売り状態だったのかもしれないですね。でもうそろそろね離陸するそうなんで、もうちょっと待ちたいと思います。それではね、無事、離陸することができました。フライトは5時間20分ぐらいのフライトで、食事等々も出るそうなんでね、そちらも楽しんでいきたいと思います。それではね、リクライニングを倒してみました。こんな感じで、こういう感じのスタイルが取ることができます。
で、もちろんね、ここも後ろ伸ばせるようにはなってるんですけども、フルフラットにならないかっていうと、またね、別のやり方でこちらのシートをね、前にバタッと倒すみたいな感じで、フルフラットになるっていう感じなんで、この普通の状態の座席で倒すのはここが限界でっていう感じですね。ですので、まあ食事等々するときはもうこれが限界で、右奥に足を伸ばすみたいな感じで利用する感じとなります。それにしてもめちゃくちゃ広いですね。細身の人だったらもう一人並べるぐらい、ちょっとそれは言い過ぎかもしれないですね。でこれからね、ちょっとシートを倒してみたいと思います。で今ね、上から撮ってる状態なんですけども、このね、引っ張ってこっちを倒すと、で倒すと、これで、フルフラットになるっていう感じですね。伝わるかどうかわかんないですけども、わかりますかね、めちゃくちゃ広いですよね。それではちょっと横転がってみましょう。こんな感じです。でね、この枕とブランケットはこの座席と、この座席を前に倒す間にね入っています。いやー、いいですね。なんかまあフルフラット、ちょっと斜めに足を伸ばしてフルフラットみたいな感じですね。いや、これはいいですね。まあ、5時間ぐらいのフライトなんで、まあ、そんなに長くは寝れないですけど、まあ、1、2時間はね、これで休みたいなと思います。いやー、超広々ですね。で足元はこんな感じとなります。私の足でもね、相当余裕があるので、全然背高い人でも全然大丈夫じゃないかと思います。トイレに来ました。こんな感じです。でこういうアメニティみたいなのもね、置いてあったり、これタオルですね、手を拭くタオルも置いてあります。でね、このなんていうんですか、このすごい近くで見える鏡とかもあります。でね、ベビーのシート小屋もあってっていう感じですね。で珍しいね、姿鏡もあります。まあこんなもんですかね。非常に綺麗でいいですね。これね、照明がついてたりして見えますか、おしゃれになってます。おはようございます。1時間ぐらい寝てました。映画でも見ようかなと思いながら見てたんですけど、寝落ちしてましたね。でね、今ちょうど、機内サービス、食事のサービスが始まりました。多分ね、これから順次運ばれてくると思います。ではね、機内食が始まりました。フルーツから、でいつも通りトマトジュースをいただいております。クロワッサンが、パンが来ましたので、クロワッサンを選びました。先にフルーツいただきます。これは何でしょう。
食べ終わるぐらい美味しい。
1時間ぐらいしかないと思いますけど、休まして1時間半ぐらいかな、休ませていただきたいと思います。おはようございます。あと30分ぐらいでシンガポールに着きます。このフライトもそろそろ終わりを告げます。寂しいですね。とは言ってもまだ、これはシンガポールに着いてまたそこから乗り継ぐのも、シンガポール航空なんで、まだね楽しみは残っています。ということでもうしばらくねちょっとゆっくりして、着陸待ちたいと思います。無事シンガポールに到着です。チャンギ国際空港、飛行機が止まるまでねもうしばらく待ちたいと思います。それではね、無事チャンギ国際空港に来ました。北京からシンガポールの、チャンギ国際空港までね、シンガポールのビジネスクラスで来ました。いや本当に最高に良かったですね。本当に噂通りの広さ、あと快適さ、あと店員さんの優しさ、どれも最高でしたね。またね、またっていうか、まあ、この後ねまた乗り継ぎで乗るんですけども、本当にこれからのフライトもね楽しみになりましたね。それでは今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。面白かった方、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしよかったら見ていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。